わあどうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。皆さんは陰キャと陽キャっていうのはご存知でしょうか？陽キャっていうのはまあ人の前に出たりとか友達がたくさんいるとかそんな感じでね、なんかもう楽しい、もう人生楽しんでる人で、陰キャっていうのは、うん、なんかそれと比べると人生楽しんでないとかなっちゃうんだけど、そんなことはない。ネット上でね、陰キャをバカにするような発言ちょっとでもしたらね、すぐ叩かれるから。陰キャって気持ち悪いよねとか、そんなこと言ったらもう大変よ、もう陰キャが集まってくるからね。そんなわけでね、今回はね、陰キャの大学生と陽キャの大学生の違いみたいなのをまあちょっとあるある形式でまあちょっと話していこうかなと思います。まずね、陰キャと陽キャの違いはね、もう教室入る瞬間からね、もう決まっているんだけれども、あと教室入ってからなんだけれども、まあ大学生で席が決まってないじゃん。だからね、こういった違いも出てくる。イエーイ、おはよう、ウェイ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 。あ、ありがとう、席取ってくれたの。あ、ありがとう、感謝感激のシジュールブジャー。陽キャの人ってね、なんか誰かとね、なんか協力プレイだよね、基本的に。あれがね、やっぱね、まあ陰キャはね、もうだから、強い。で、あとね、陰キャと陽キャの大きな違いっていうのがね、やっぱ人脈の多さっていうのがあって、ほんとね、情報量が全く違う。ねえねえ、めっちゃ可愛い山根さんっているじゃん。あ、いるね。めっちゃ可愛いよね、あの子。あの人実は結婚してるらしいよ。マジで？やば。で、まあそこから大学終わってからみんな帰宅するんだけれどもね、帰宅するかしないかもね、やっぱね、異なるのよね。道間違えた。お疲れ、うん、元気？あー、いや、もう疲れたよね、さっきの授業。どうする今から？どっか行く？おー、行こう行こう、そこ。めっちゃ楽しそうじゃん。で、あとね、これは完全に俺がね、陰キャ側に押しやられるんだけどね、童貞かやりちんか。彼女、彼女、あ、彼女、シュークリームって作るの難しいね。なんか白いのが入れるの難しいね。白いの入れるの難しいね。シュークリームって中に出していいんだっけ？出し？中に。行くよ行くよ。シュークリーム美味しそう。シュークリーム美味しそう。で、あとね、これは本当になんとなくなんだけれども、なんとなくやっぱ陰キャの人と陽キャの人ってなんか欲しいものって若干差があるのかなと。今欲しいもの。今欲しいもの。なんかゲームやったり。アニメやったり、あと、なんか、まあ、いろいろ時間が欲しいかなって。時間っすね。時間が欲しいかなって。自由な時間が欲しい。自由な時間。今欲しいもの？ああ、そうっすね。今欲しいものか。まあ、新しいセとかっすかね。いや、まあ、最近ちょっと、彼女ね、ちょっと飽きてきたから。ただね、朗報です、陰キャの皆さん。恋は突然やってくる。パンチパンダくんって彼女とかいるの？別にいないですけど、興味とかないんで。別に女に興味とかないんで。へえ、そうなんだ。じゃあ私が立候補しちゃおっかな。